どうも。独り言また喋っちゃったよ。どうもどうも、おかえりーな、ただいま。はい、一人で喋りました、リーナです。初見です。お、初見ありがとうございます。まず自己紹介をさせてください。ドラゴンクエスト10第5期の初心者大使、ロボコと呼ばれていました、今も呼ばれています、リーナです。よろしくお願いします。そして、はい、スマイルです。ただいま、ロボコー。3分ぐらい一人で喋ってました、バレました、恥ずかしい。さてさて、皆さん早速クエストの方をやっていきたいと思います。皆さんよろしくお願いします。今日はね、スタンプを埋めようと思って、はい、アリーナのリーナ、こんな感じですね今。はい、こんな感じでいきますね。さてとさてと、あ、危ない危ない。まず旅に出る前に、あ、ちなみにですね、今メタルーキーを30分間買ってました。じゃあね、今からお金を預けていきますね。ちなみに私今ナスの格好をしております。お、メタルーキー、メタルーキー買ってるの見てきました、ありがとうございます。まずアイテムを、これかな、こっからいきます。癒し草も大丈夫かな。はい、じゃあ次のいきますね。鉄鉱石も、銅の鉱石、レッドベリーも、原骨竹も、輝き草も、綺麗な枝も、こんな感じで大丈夫かな。さあ、そしてゴールドも、預けるで、1000円もいるかな。一応5000円預けとこうか。リーナ来て、来てた。さあ、どうも。あ、そうだ、ちなみにね、昨日の夜中に私が一人で、またね、いい写真撮れたよ。これもまた偶然でね、ほら、電車、電車また撮れたんです。そして私の奥に見える眼鏡がですね、あの出っ歯みたい出っ歯みたいになってる。これもね、またね、普通に歩いてたらね、しかもこのお花とか超いい感じじゃないですか、手前の。このぐらいかな、昨日夜中に撮った写真。一人でめっちゃ興奮しちゃって、電波がこっち、撮り鉄、まあ、まさにほんとそれですよね今。えい、そうなんですよ、もう朝の7時でしたね。で、今預けたから、次は、あ、待って、私やっぱ旅芸人がいい。宿屋がここで、酒場はそのままね。もうね、今メタルーキーで武道家で戦ったんですけど、やっぱり旅芸人を育てるじゃないですけど、旅芸人を慣れてから次の行きたいので、まだ全然初心者ということで、ちょっとね、違う、あれ、あ、できたできた、転職する。はい、本名ですね。さあ、ナスビから、あ、そっか、今私これなんだ、
うだ、さっき一緒にやりましたね。ちなみに今旅芸人になったんですけど、ってことは今旅芸人が2人いるってことで、買えますね。せっかくお金払って借りたんだけど、旅芸人2人でもいいのかな。戦士がいて旅芸人2人、僧侶守りすぎ、どうかな。初めてのパターンです。皆さんアドバイスお願いします。お、安定のバトですね。じゃあ私やっぱりバトがいいから、戦士じゃない、仲間と別れる、むしろ旅呼んで。そんなことで、え、旅呼んってどうなの。私旅、え、旅呼んって何。え、ちょっとやってみたいかも。そんなんできるの。何それ、何それ、面白い。マジマジマジ、本当。ちょっとやってみていいかな、面白そう。うわ、初めてだ、旅芸人。そういう遊び方もあるんだね。うわ、ありがとうございます。そういうの教えてくれるの嬉しい。武器違うので揃える。なるほど。じゃあね、武器から選ぼう。私今コーン持ってるから、これね、探検。わ、いいじゃん、急にいいじゃん。はあ、はあ、おお、これすごいね。バナナ、バナナすごいじゃん。230もあるし、バナナいいかもな。うん、バナナもいろいろすごかったね今。あ、これ、あ、これも強いかな。いや、ダントツでバナナだな。あ、これもすごい。おー、かわいい。かわいい。あ、これもすごいな。あ、レイトンすごい。ロボコ、こんにちは、こんにちは、ロボコです。レイトも強いですね。あれ、2周回っちゃった。あ、また2周回っちゃった。ここだ。とここだ。いや、バナナかな。レイトも良かった。あ、これもすごいね。ちなみにじゃあ今絞ってるのはバナナか、全部すごい。そしてレイトン、レイトン見た目かわいいんだよな。教授のメガネこんな感じ。ザオラルもあるしね、ベホイミもあるし。お、すごいね。レイトンにしようか。頭良さそうだしね。バイバイ、またね。りゅうきちゃん、またね、またすぐね。旅芸人行きます。あ、間違えた。
探検と来てコーンといた2人いるから次センスね。楽しいなこれ選ぶの。一回これ、あ、お、いいんじゃない。おっとっとっと、混ぜた。こんな感じ。へえ、キラージャグリングって何、すごい。ピノすごい。特技少ないね。わ、なんかこれすごいね。アプリールいいね。なんかアプリール良さそう。直感でいこうかな。あら、これもかわいいね。あ、でもちょっと特技少ない。あ、この人にします。すごい。この人やべえやべえさあ、旅4人で行きますよ。なんかあれですね、今ふくりぽのお洋服にしてるんですけど、やっぱりなんだろう、キュマールのふくりぽのお洋服の方がこうインパクトありますよね。私すごい馴染んでる気がする。二人ね、二人無料だからいつでも仲間にできるかなって思ってます。あ、本当だ、危ない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 。嘘、なるほど。本当だ。でもみんな満タンだからいいか。さあ、案内係でチャージで確認してみて。はーい。本当だ、逆ハーレムだ珍しく理系の学校みたいだね。わあ、溜まってる、溜まっておりましょう。迷宮招待券がもらえる、迷宮招待券もらうべきじゃないですか。もらえますよね。はい。で、あとは26時間なんで元気玉1個もらえます。でいいかな、こんな感じにしとこうか。さーて、
気ままにガーデン、なんと家の庭に畑を置くことができます。住宅村の種屋などから畑を購入してください。畑を手に入れたら家の庭に配置します。あ、これやりたい。種屋あったっけな、種屋あったっけな。もう家持ってる。持ってますよ。家買いました。そして4人の中で私だけバレてないんです。なぜならあんま書いてないからあんま書いてないし開いてない。そんなミスはしない、今のところ。かっこ今のところ。そう、みんなね、みんなバレてるからビクビクして開けないの、その強さっていうところ。獅子門まで行きます。強さが弱さになってる。うまいこと言う。まずい。47ゴールドしかなくなった。はい、ありがとう。ちなみにですね、今私がしようとしてることは、あずらん、あ、ほんと。ほんと、座布団あげたい。どれだっけな、これかな。今からやりたいのはこの94番のクエストをやろうと思っております。そして今獅子門まで来たい理由がここです。この黄色いところに行きたいからです。きっとここに行けばあれでしょう。ドルボード乗ります。種のことかな。お、めっちゃおるやんか。振り直しクエって何？振り直す？振り直し？振り直し？進んでいいかな？94。スタンプのクエストですね。クエストの中に気になる名前があった？ミルゴ？うい。聞いたことある。確かに私も今ね、読み上げた時に思った。ストーリー進めていく時にいっぱい出てきましたね。確かに。みんな逃げてく。わあ、キャムシュがいっぱいいる。洋楽歌うのうまそう。洋楽ってことはあれかな、ライオンキングとかも入るのかな。ふふふ。結構くねくねするね。
遠回りしちゃったかな。大丈夫か。危ねえ。ガミルゴ。てか昨日あったか、ガミルゴって。昨日。笑った。あれ入ったよ。入りましたね。クエストをもう一回見ると、ガートランドの炎の樹木って誰かと戦って出てくるのかな。でもそれが書いてないんだよね。炎の樹木と、ゲリオンを探す。ゲリオンを探す。3行目。ゲリオン。ゲリオン。ゲリオン、ゲリオン。あ、そうなんだ。そうなんだ。それは買うんだね。そう、ずっとね、ゲリオンの下りはね、とりあえずここに来て戦えば大丈夫って思ったんだけど、でも炎の方がね、どこにもなんとかなんとかの炎とか書いてないからね。あ、通れない。通れなかった。向こうに回っていこう。ね、向こうにいたね。あれ、男梅だ。あれ、どうやって回っていくんだ。あ、結局ここ通るのか。みんなよろしく。あ、待って、違う。みんな戦わないんだ、そこに。じゃあ私戦うわ。キャンセルできるのね。ゲットいたしましたので、グレーに戻ってバザーで炎の木を買って、樹木を買って、ディーブさんに渡しますね。ってことで、グレーの城下町に戻るナス。あ、間違えた、間違えた。連打しちゃった。キャンセルできるよ。あ、本当？ルーラストーンも B で。そうなんだ。 B をしっかり覚えておきますね。残り5分、延長させてください。
いいですか？あ、お腹すいた。急にお腹すいた。昼は食べました。昼は豆腐を食べました。豆腐グラノーラです。そうだ、マッツン肉食わせろ。肉食わせろ。あとね、豆腐ね、ちゃうの、あのいっぱいもらったの、お仕事で。だからね、あと1個です。多分今日の夜か明日の朝に最後の1個食べます。そしたらもうないです。ミスドいいな、ミスドいいな、ミスドください。でも私料理作りたいからな。今来た、こんにちは、こんにちは。ドラゴンクエスト10の第5期初心者大使のロボコです。リーナです。スライムです。よろしくお願いします。今食事がモデルさんみたい。いや、ちょっと待って、これ自分で言うもおかしいけど、一応うん、モデルさんかな。じゃ、モデルさんをさせていただいております。炎、あれ売ってへんわ。素材、炎、素材、植物、これか。炎、あ、これだ、これですね。さあ、Y を押して一番安いの。あら、まあ皆さん、私お金がなかった。私ノーマネー、ノーマネーだった。何か作るの？今からですね、クエストをやっておりまして。あ、待って、売りなさらないの？後で売ろう。とりあえずお金を下ろそう。すぐ売れるかどうかわかんないからな。すぐ売れたらお金が入るもんね。無茶ぶりやな、みんな。頑張って、ありがとう。引き出す。3000ぐらいあれば足りるかな。3000はむしろ下ろしすぎかな。一つ言っていい？今ここで、だから今はちょっと思い出したから言っちゃおうかな。なんとですね、今日私夜のお仕事があって、ごちゃ混ぜっていう毎日放送のラジオがあるんですけど、そこでね、あの有野さんっていう良い子の有野さんがいるんですよ。皆さんの大好きな有野さんがいて、その有野さんからですね、昨日夜中に、課長です、そうです。昨日夜中に、あの、グループ LINE で、おい、リーナっつって、おい、リーナっつって、来て、あの、ストーリーを進めていくときに、セリフ、声出して、読んだ方がいいでって言われました。
っていうことは、それをね、受け取った瞬間に、ちょっと待って、ちょっと待って、これ有野さん、昨日私の放送見てたんかいと思ってすんあ、でもね、私ラジオで言ったんですよはい、みんなでシェアハウスをしながらこうドラゴンクエスト10をやっているよっていうことを言ったら、多分昨日本当に一瞬だけ覗きに来てくれたのか、そういう LINE をいただいて、まあ嬉しいわけ、わかります？まあでもね、多分毎回とかでは絶対そんなね、お忙しい方なのでなんか多分昨日のナスは見られてたなんかすっごい課長好き好き、私も本当好きなんですよ。安い順で見ていきますね。これゲット。そう、ナスのとこ見てた。あったかいでしょ。もう本当にね、もう大好きなラジオなんですよ。ラジ課長さんもこれやってたでしょ。そうそうだね、ドラゴンクエストをやってるっていうのも書いてありましたね。そんな素敵なお話でした。ふふふふふふ。ちょっと待ってね。これで見るよりも、こっちの方が見やすいのかもな。ほら、あそこにいる。そうですよね。私もよくね、ツイッターでお友達になっていただいてるんですけども、お、よじいろ、よろしく。よく話は聞きますよ。あれ？ここかな？この中かな？あ、いたいたいた。はい、渡します。よくぞ手に入れなすった。お、なすって言った失礼、さすがにちょっと敏感すぎたわ。昔昔のことじゃ、このオーグリードの大地に突如大きな穴が開いたそうじゃ。穴からは紫色の霧が天まで吹き出した。それは触れたものを魔物に変えてしまう恐ろしい恐ろしい霧じゃった。そんな時、あ、やばい、皆さん漢字いざましいだっけ、合ってる？いざましい王が巨人となって現れた。そしてその身の杖に合う、勇ましいか、点々言っちゃった。巨大の盾を用いて霧の吹き出す穴を塞いだのじゃ。オーグリードの大地は救われた。だが大量の霧を浴びた王もまた既に魔物に姿を変えつつあった。王が自らの身に何をしたのかは誰も知らぬ。だが勇ましい王は最後にその身を石に変え果てたという。さて、できた。これがガミル語のガミル語のゴフじゃよ。ゲット。それは迷える魂を導くためのゴフじゃ。そういえば最近欲しがる旅人が増えたの。有野さん、ありがとう。こんな感じでよろしいでしょうかきっと今日はまだもうお仕事に行っておりますが。あ、出口こっちか。ん？次はどこ行けばいいんやろうか。 X。 あら、これはですね、バグレなんちゃら、見えない、バグレなんちゃら教会。また遠いところに行きますね。
地図を見るとグレーン両西から行くんかな。そうだね、きっと。本当？日本話の日本昔話のおばあちゃんの声やった？でも声優を一回やったことありますよ、お仕事で。つい最近、本当に去年のね、去年の秋とかかな。多分この配信でね、こう宣伝しすぎても皆さんきっともしかしたら嫌かもしれないんですけども、多分 YouTube で、 YouTube じゃない、YouTube か、YouTube じゃない、 YouTube って言っちゃダメ、絶対ダメダメよ、ダメダメよ、ダメダメ。宿回復しないかな。おー、しとこか。あ、そうそうそう、今コメントであってありがたいです。バナナのやつです。絶対ダメだった今。やばい、ちゃんと考えて発言しないと。ごめんなさいね皆さん、迷惑をおかけしました。そう、バナナ役で出ました。大丈夫？優しい。そうなの、ネットにね、どんどん慣れていかないとね。これはもう、ああ締め出された。はい、困ります。アーチャーってアリノさんのこと？お、また間違えた道。ってことは昨日の皆さんのコメントもアリノさんに読まれてるってことやな。なんか照れるな。また佐藤和樹さんだ。キャー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 。地図まっすぐです。ララ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 。さてと、見てみますね。 X ボタン。おお、遠いでござんす、遠いでござんすよ。まっすぐ行けばいいか。でもみんなが成長したねって毎回言ってくれるのね、すっごい嬉しいんだ実は。あ、今してないかも、オートランしようか。なんかね、オートランしてるときね、たまにこうやって左右コントロール、お、一人狼で行くのすごいな。失敗するときあるんですよ。気づいたら、あれ、オートラン止まってるみたいなことがあるから、結局指でいつもやっちゃう。
地図。いえいえ、ありがとうございます。ちなみにですね、今クエストをやっております。スタンプのクエストですね。あれ、通り過ぎた。止まる。地図って拡大はできないんですね。いや、気づかれた。いや、気づかれた。じゃないかな。入り口どこなん？上がってけん。え、この空に飛んでるバージョンの敵？どうやって戦うんよこれ。あ、なんか見つけた。え、なに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 、なに、なに、特別な鍵って、こういうの好き。あ、通り過ぎたっぽい。通り過ぎちゃった。じゃあ今ナスビの格好したらめっちゃでかいから絶対見られるってわけだな。ここからちょっと遠い入り口探してみよう。ないね。ないね。どこだ入り口。ここら辺な気がするんだけども、これずっとないもんな。ちょっとこう、あ、パサッて聞こえた。ないな。これ行き止まりやもんな。あ、なんか登れたっぽい。私何しに来たんだっけ。人に会うんじゃなかったっけな。とりあえず行けばいいの。この辺か。入らない。高級品ゲット。ずっと入れないね。
階段あるけど。近いね。じゃあ裏をどんどん売っていこう。違うな、ダメだ。やっと僕も行けるんだね。天に召されたんだ。ああ、また一人ガミルゴ様が天に導いてくださった。ありがとうございます。ありがとうございます、カミルゴさん。ありがとう。じゃ気が向いたら読むね。もう一回話しかけてみよう。そうする。今からガートランドに行きたいと思います。忘れちゃったからいいか。うん、好き。
横で有料で分けているが、どちらかの報酬を買い求められるか。どっちも私今買えないな。3万円全部やり直し。え、これっているのかな。これ全然わかんないや。やり直し1個もらえ、今1個もらったよ。ではまだいらない。じゃあ A ボタン押して戻ればいいのかな。まだいらない。全然これわからんや。押してみる？あ、はいかいいって言われちゃった。本に、あ、なるほどね。ふん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 。それにまだしなくていい。いらない。こんな感じ。これだ。今94番終わりました。イエイ。おめでとう。ありがとう。あ、待って、知り合いがいる。鈴太郎さんだ。逆に追いかけるっていう斬新な。いつもありがとう。追いかけてみた。心さん、今日はいないね。ね、確かに、もう名前も覚えちゃった。さあ、ちょっと時間と相談したいんですけども、ちなみにですね、大体の、今来た、リーナ、その服もらったんだね。そうなんです。ちなみに私がやりたいクエストはですね、まずこれでしょう。やらなきゃいけないのは装備袋の超整理術です。これどのくらい時間かかるのかな。2時間とか。2時間やったら多分ね、次取った方がいいかもね。もしかしたら次っていうのは明日以降とか。明日はちょっと、そうだね、終わるかなこれ。あとね、あと私がどうしてもやりたいのが1個あって、めっちゃ時間かかる。マジか。じゃあ今日やめとこうかな。あとね、あれ、これもあれだっけ、これは違うか。駅開放してないときつい。そうだよね、いろいろ回るってこと。あと私ね、あのね、これの、これやりたいの。アズランの温泉に入れるようになりたいんです。アズランの温泉入りたい。どうやって入るんやろうと思って。せっかくアズランに住んでるから、これやろう、これやろう。お、いいじゃん、いいじゃん、いい？本当？これ行きたい。覗けるで。本当？みんなちょっと。じゃあちょっと一回ですね、夜だけかな。でも今夕方なじゃないかなと思ってるんだけど、どうかな。こうやって時間見れないのか。さあ皆さん、ちょっと画面切り替えますよ。私一回アズランのお家のストーン使って飛びますので、皆さん見ちゃ嫌よ、見ちゃ嫌よ。えい。じゃあしばらくちょっとこの子と目合わせてくださいね。
さあ、お、ありがとう。あ、あと5分いけるかな。じゃあ、あと1回延長しますね。ぜひとも延長させてください。よろしくお願いします。さあ、ルーラストーンでお家に行きます。はい、お家に着きました。ではね、この住宅村から出たところから配信しますね。どうじゃ、完璧じゃろう。見えた。そう、見えたん。心配せんでもバレの時間の問題。はい、ではですね、はい、入れ替えります。今こんな感じです。さてさてと、もう一回見てみますよ、クエストの方を。ドキ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 湯煙事件の巻。そう、今朝着替えました。待って、範囲広いよ、みんな範囲広いよ。マジか、広いな。詰まっちゃったから掃除してくれないかと頼まれた。まずは神春むい、行ったことあるのね。神春むい、両南の東側、夜だけに現れる腐った死体を落とす掃除棒。神春むい、神春むい見てみます。アズランでしょ。で、行きたいのが、あ、待って、自分が見てなかった、ここね。わあ、遠いよ。どうしよう、馬車で行ける。じゃあ、アズラン地方に行きます。あ、そうそう、でね、地図あるでしょ。ほら見て、これこれ見て、ちょっと興奮した。うん、稲見の、今からアズラン地方、右のところのアズラン地方を出て、で、そっから馬車に乗ればいいかな。ですね、南の、行きます。さあ、地図、すぐだね。お、夜になったよ。ちょうど夜になりました。東側の
に夜だけ現れる草津死体。地図。まさにこの辺進まなくていい、もうここら辺にいればいいの。門の横、じゃあもうちょっと戻った方がいいってことかな。逆逆。宝箱あった？みんな気づくの早い。全然わかんなかった。あ、どうもこんにちは、初心者大使第ちょっと進めばいるはず第5期のロボコことリーナです。今ですねベロベロ、これも違うな、これじゃない、これだよね、腐った死体って絶対これな気がする。いけい、あら2匹がいるの。違う、よし、お、すごいすごい倒した。どうしよう、旅芸人4人いいかも。すごい発見をしました今日。今来た、およよよ、アリーナだ、こんにちは。今クエストをやっております。やべ、なんだなんだなんだ、今殴られたんだけど。ええ、なんで、ねえみんな、なんで、ねえなんで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 、なに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 、戻ろう戻ろう、速攻戻ろう。危ねえ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 、
て自分のお家を押そうとしちゃってよ、ルーラストーンで。食べた。さあ、アズランに戻りたいと思います。皆さん、少々お待ちを。はい、ルーラストーンで帰ります。お家の見ちゃやーよ。さてさて、今私にいるのは住宅村でございます。スマイルくん、こんにちは。その前にリンナにこんにちはしてよどうもどうも、スマイルくんです。スライムという名のスマイルくんです。はい、こんな感じです。お家から出ました。さあ、クエストを見ますね。ドキドキ。次に向かうのはここです。どっから向かうんやろうか。はて、宿の地下？これか。そうなんだね。じゃあ早速行ってみたいと思います。お風呂覗けるんだかな。どう描写されてるか、ドキドキワクワクだな。そういえばまだアズラのキーエンブレム取ってないな。あれ、掃除メガネかけてお行き、それでよろしい。持ってないよ。3人で行ったよ。あ、行ったんだ。あ、なあ、見えないのか。な、な、あれ女の子だろ。ぼぼぼぼぼ、もしかしてあの子俺らと同じでこの男湯に入りたいとっても言うのか。いやいや、待て待て、あれはもしかしすると掃除の人ではないだろうか。あれ、まあ、さすがね、お湯がバッチリ出るようになったわ。それじゃ温泉を正式に開店するぞ。できた。タンタン、イエイ。さてと、温まってく温まってく。お、返しますか。
けで通じるか。タイミング良すぎません？今からお風呂に入ろうってするところにウースって来たんだよそう、絶対押すなよ、絶対押すなよ、絶対来るなよ、絶対来るなよ、絶対来るなよ。ちなみに今どこにいるか見てみようかみんなアジラにいるんですけどみんなアジラにいるよ怖えやばいちっちゃいのそうじゃないよね。アズランってどこの国？いそう。ないよね。ちょっと、マジか、のぞけるらしい。使ってるよね。あ、ポトッとした。ポトッと落ちた。しけた。線香花火しけた。線香花火。話じゃない。
ょっと待ってね、みんな。ちょっと待ってよ。そのままね。OK。あ、そっか。でもさ、画像保存しようと思うんだけどさ、キュマールって出ないよね。今スクリーン、プリン、あれしました。プリントスクリーンしました。やばい。あ、行っちゃう行っちゃう。行っちゃうの？バレてる。ちょっと待って、違うな。これ撮ってもわかんないんだよね、皆さん。ちょっと待ってね。めっちゃ必死に見てくるやん。え、何もできひんのこれ。いや、言葉じゃなくて、それグルコサミンね。あ、ダメだ。刺さんないかな。刺さった。もう一回。楽しかった。ありがとう、キュマール。あ、行っちゃった。キュマール行っちゃった。装備脱ぎます。外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 す、外す。脱ぐ。やだ。やだ。これはね、違うの。外す。外す。
ったかい。体中がポカポカポカ。これ半端ないな、みんな。これやばいね。これで決まる。決まる、見てる。半端ない、これはやばいやばいよ。え、これ見えるの？お祓いしたい、お祓いしたいよ。レモチさん、レモチさんきっと背がちっちゃいんだろうね。見えなくてピョンピョンしてる。やばい。今ナスがナスが映ったぞ。ナス見えてる。やばいよ、みんな。やばい。怖いよ。もう一回来ないかな。もう来ないか。やばい。やばい。これやばい、みんな。神回かもしれない。ちょっと待って、まあ、失敗した。怖すぎるよ。やばい。やばい。腕使った、腕使い始めてみんな。わ、足出た、足が見えた。やばい、面白い。どういう状態それ。あー、面白い面白い。
下見てる、めっちゃ下見てる。お、足が見えたぞ。あ、立っちゃった。見せましょう、これは見せましょう。これはもうあかんやつやんな、みんな。突破しそう。やばい、もうほんと笑えるわ。もう終わり？もう行っちゃったね、皆さん。皆さん行っちゃったね、キュマールさん。あ、待って、いたね今また。さあさあさあ、あら、いいお尻。やばい。こっちが合わせてあげようか。やばい、お目目怖い。もう一回、もう一回覗いて。取れた。やばい、みんな。おお、怖い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 。あれ、取れない、いいの取れなくなった。もうダメだ、もう全部面白い。すごい。みんな一回出てみようか、どうなってるか。はい、え、どこにいるの？